ビル・チルデンはアメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の男子テニス選手。本名はウィリアム・タティム・ティルデン2といい、ビル・チルデンの名前で最もよく知られる。四大大会優勝10回は1967年にロイ・エマーソンが抜くまで当時歴代1位記録だった。現在でも男子テニスの単独歴代8位記録。全米オープン優勝7回は現在も 歴代1位大記録。第一次世界大戦後の時代に活躍し、日本テニス界の黎明期に大きな影響を与えた選手である。大男だったことから、ビッグ、ビルと呼ばれていた。長身を生かした弾丸サーブ、キャノンボールを最大の武器にした。チルデムは早くから日本人選手との対戦が多く、1918年の全米選手権準決勝で日本人、 テニス選手として史上初めて四大,大大会準決勝に進出した熊谷和也と対戦し6から2、6から2、6から0で破っている。1920年のウィンブルドン選手権で優勝した時、チルデンは日本からの挑戦者として勝ち進んだ清水善造の挑戦を退けた。当時のウィンブルドン選手権の競技方式は現在とは大きく異なっていた。まず、 チャレンジラウンドが行われ、大会前年優勝者を除く他の選手たちが1回戦からトーナメントを勝ち抜き、それを制した選手が前年優勝者と決勝を戦う、オールカマーズファイナル方式を採用していた。清水とチルデンは、このチャレンジラウンド決勝で対戦し、チルデンが6から4、6から4、13から11で競り勝った。それから、チルデンは、 オールカマーズファイナルで1919 19年度の優勝者、ジェラルド・パターソンに勝ち、ウィンブルドン初優勝を飾った。清水のチャレンジラウンド決勝進出は、今なお、日本男子テニス選手の4大大会、最高成績として残っている。チルデンは1920年から1925年まで、全米選手権に大会6連覇を達成した。全米選手権では、 1918年から1925年まで8年連続で決勝に進出したが、1918年の大会では準決勝で熊谷を圧倒した後、決勝でリンドレー・マリーに3から6、1から6、5から7で敗れて、準優勝になった。1919年から1925年までの7年間に、チルデムはロクドビル・ジョンストンと決勝対決をした。 全く同じビルの名前を持つチルデンとジョンストンが全米選手権で6度の決勝対決を繰り広げたことから二人はアメリカのライバルとして対比される関係にあった。身長1 8 8トルの大男だったチルデンはビッグ・ビルと呼ばれ身長1 7 3トルの小柄な体格だったジョンストンはリトル・ビルと呼ばれた。その後、 シルデンは1929年に全米選手権で4年ぶり7度目の優勝を飾ったが、1927年の決勝ではフランスのルネラ・コステに敗れたことがある。全米選手権男子シングルス7勝はリチャード・シアーズ、ウィリアム・ランドと並ぶ大会歴代1位大記録である。全仏選手権は以前はフランス人選手しか出場資格のない大会だった。 1925年に国際大会となってから、チルデンも出場資格を得たが1927年と1930年の2度の準優勝に終わり、ここでは優勝できなかった。1930年全仏選手権ではシリー・アウセムと組んだ混合ダブルス優勝がある。チルデンは1920年から1926年まで男子テニス国別対抗戦、デビスカップで、 アメリカチームの7連覇に貢献した。デビスカップではビッグ・ビルとリトル・ビルは良きチームメイトであった。1921年に日本がデビスカップ初出場を果たした時、アメリカチームはアメリカンゾーンのチャレンジラウンド決勝で日本チームを5戦全勝で退けた。ここでもチルデント・ジョンストンが清水と熊街の挑戦を退けている。 1931年、チルデンはアメリカテニス協会のアマチュア資格をめぐるトラブルに嫌気がさしたことからプロテニス選手に転向した。1936年10月、チルデンはエルスワース・バインズと女子選手ジェン・シャープと共にアメリカ人プロテニス選手3人の一行で来日した。プロ選手の一行は田園コロシアム、甲子園と名古屋の3都市を回り、 日本のファンにプロテニスを紹介した。この時チルデンは43歳を迎え、往年の切れ味は落ちていたが、会場は全て超満員になったという。この来日で、チルデンは、旧友の清水との再会を楽しみ、佐藤氷太郎を自身の主催するチルデンツアーに誘った。こうして、佐藤は日本人最初のプロテニス選手となった。チルデンは、 ご半生にも日本人選手とのつながりが多かったことから、チルデンについては日本語のテニス文献でも多数の資料を調べることが可能である。チルデンは、前世時代の1921年に、ローンテニスの芸術という著書を出版したが、現在はこの本をオンラインで読むことができる。この本では、 テニスの技術解説のみならず、チルデンのライバル選手たちに関する興味深い観察も多く含まれている。日本の挑戦者だった熊谷と清水についても、第14章で説明があり、チルデンが彼らを高く評価していたことが伺える。チルデンは、経済的に裕福な家庭に育ち、プロ選手として、大金を稼いだが、私生活では浪費化だったという。 1953年6月5日、ロサンゼルスの自宅で心臓発作のため没した。全米プロテニス選手権に出場するため、クリーブランド行きの旅券を持っていたが、自室で遺体が発見された。チルデンの没後から6年経った1959年に国際テニス伝堂入りを果たしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。ありがとうございます。